北。こんにちは。さあ豊さん、はい、侍ジャパンアジアチャンピオンシップメンバー発表されました、まあはい、かなり顔ぶれがフレッシュですね。まあそうだな、はい、まあ、その中で、入ってないのみたいな、はい、まあ、そういう選手たちはいるよね、うん、もちろんそうですね。まあ、若くてシーズン通してね、はい、活躍して、うん、故障箇所だとか、はい、リフレッシュしたいとか、うん、まあ、そういう人はあんまり選んでないな。そうですね、うん、でまずピッチャーからなんですけれども、はい、まずは楽天の早川投手、はい、それから西武の隅田投手、はい、から巨人赤星投手、はい、で西武の佐藤投手、はい、それからロッテの横山投手、はい、ヤクルト吉村投手、はい、で同じくヤクルト田口投手、はい、そして阪神から及川投手、桐敷投手、はいはい、でまた西武から今井投手で、中日から清水投手、はい、そして日本ハムの根本投手という面々です、はい、まず投手陣。まあそうだな、うん、日本ハムの金村っていうのがいるんだけど、はい、ちょっと入れてほしかったなと思うね。入らなかったですね。故障明けでシーズン終盤に戻ってきて、はい、パッパッと投げてやっぱりいいボール投げるなと思うピッチャーなんだよね、はい、ちょっと試してみたかったなっていう、うん、ことはあるにしても、はい、まあやっぱ故障したからね1年目で なのでだからまあそこら辺は遠慮したのかなっていうふうには思うけど、でも選ばれたメンバーはあまり遜色はなく、はい、まあ、いいメンバーを選んだなっていうふうには思うよね、うん。で阪神からが及川投手、桐敷投手だったんですけれども、例えば村上投手であったりとか、うん、伊藤将司投手であったりとか、そういったところが村上は表彰式とか、はい、いろいろこう忙しい、忙しい自体球団側から、まあ、それと初めてのシーズンでフル回転してるから、はい、休ませたいっていうのはあるんじゃないの。桐敷も分かんないよ。あ、そうですね、シリーズが終わって辞退っていうことになるかも、はい、そういうことも可能性的にはいや、それはあるよ。日本シリーズでも投げるだけ投げて、はい、ね、ヘトヘトになったら、うん、ちょっと勘弁してくれと、うん、阪神球団の方から言うかもわかんないね。あ、そうなんですか。やっぱあるよ、そら、うん、やっぱ選手命だもん。そうです、ね、故障させたら何やってんだって言われるしね、はい、で故障させるためにやってるわけじゃないから、うん、だからまあいけるのがベストだけどね。本当はそうです、元気でね、元気でいけるのはベストだけど、はい、可能性としたら、うん、日本シリーズってやっぱ過酷だしね、うん、その可能性っていうのはあるかもわからない、うん、あと巨人からは赤星投手のみなんですけれども、はい、例えば山崎伊織投手であったりとか、いやもう最後まで投げたし、もういい、もうちょっと休ませてやらないと。あ、それはリフレッシュさせてやらないと、まあ、それはやっぱ球団とのありますもんね。もう最後の DeNA 戦で完封した 1-0、はい、ね、もうヘトヘトだよ、もう使い果たした、もう疲れちゃったよみたいな、はい、もうこれ以上今年は野球やりたくないもうリフレッシュしたい、はい、で弱いところを強化したいとか、はい、まあ、そういうことだろうと思うよ。そうか、まあ、そうなってくると、あの11月にやる意義っていうのがちょっとよくなってきますね。まあまあ、でもその経験を積ますとかね、あ、そういうことは大切なことで、はい、まあ、結果云々って関係ないんだよね、勝つ負けるって、うん、やっぱ試しだからさ、はい、だから結果は気にしないで、うん、まあ、今でもやってほしいと思うけどね。そうですね、まあ、ただね、西武から今井投手であったりとか、はい、ヤクルトから田口投手も、ね、まあ、ここら辺は柱だよね、はい、中継ぎの柱と先発の柱、うん、まあ、そんなにバンバン投げるわけではないと思うけど、はい、困った時に今井だとか、うん、田口だとか、うん、まあ、田口なんかはこう中継ぎの盛り上げ役、はい、今井なんかは先発の兄貴分みたいな、うん、まあ、そういう感じだと思うけどね。ああ、そういうことなんですね、うん、でキャッチャー3名、はい、西武から古賀捕手、はい、からカープから坂倉捕手、はい、そして中日から石橋捕手というところで、この3名でした。そうだな、はい、まあね、坂倉選手だったりとか古賀選手っていうのは豊さん確か言ってたと思うんですけど、はい、もう一人は中日の石橋選手。そうだな、うん、まあ、井端の出身チームだけに、あ、やっぱ困った時に使い勝手がいいんじゃないの立浪さんに、ね、ところに行ってじゃあ、まあでもいい経験になると思うよ。そうですよね。そう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 。で内野手、はい、DeNA の牧選手、はい、それから阪神から佐藤輝明選手、はいはい、からオリックス野口選手、はい、同じくオリックス紅林選手、紅林がどうかな、ちょっとあのね、怪我の具合だったりとか、うん、はい、で巨人の門脇選手、はい、でカープから小園選手という内野手、はい、まあ、これはなんか将来的な、はい、このオリンピックだとか、うん、次の WBC だとか、うん、そういうところの
経験値を上げるという意味では、うん、いい選考だったかなっていうの感じがするよね。そうですよね、うん、まあ、でもあの佐藤輝明選手なんかは日本シリーズも戦ってからのっていうところもあるので、彼はね、うん、多分体は丈夫だよ、うん、体力だとちょっとないかもわかんないけど、はい、体は丈夫なんでやってくれると思うよ。あ、心配なくそこは。それと、まあ、その中で、まあ、野手の中心選手となるのは牧かなっていう感じがするけどね、うん、まあ、牧と佐藤は同じ年だから、はい、まあ、協力し合いながらね、うん、まあ、やっていくと思うし。そうですね、まあ、牧選手はね唯一 WBC にも出てますし、で外野手がロッテの藤原選手、はい、から阪神森下選手、で巨人の秋広選手、中日岡林選手、そして日本ハムの万波選手というところです、はいはい。まあ、いいメンバーだと思うよ、はい、うん、まあ、万波なんかな、はい、どれだけ海外相手に戦えるかっていうのも、でも今年の WBC でな、はい、からホームラン打ってるしな。そうですよね、あの予備練習の時ですよね。そう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 、はい、予備メンバーでな、はい、でやっぱ魅力はあるし。そうですよね、あとは秋広がどういう、ね、成長を見せてくれるのかとか、うん、楽しみな選手は多いよね。多いですよね、うん、で何かの記事では岡林選手にヌートバー選手になってほしいみたいな記事が出てたんですよね、うん、ヌートバー選手みたいな感じのこう岡林なんでしょう、あの、まあ、火付け役じゃないですけど、もう一番でドンと行ってみたいな。ちょっとヌートバーとはちょっとなんか想像がつかないけど、はい、まあ、雰囲気的にはそういうふうなことを、うん、切り込み隊長になってるというかね、はい、期待してるというか、うん、まあ、そういうことなんだろうけど、まあね、こういったメンバーがアジアのチャンピオンシップのメンバーには選ばれましたけれども、はい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 、本当に顔ぶれがやっぱりね、ガラッと新旧ちょっと変わって、まあ、ただ、将来を見据えてね、はい、選んだメンバーなんだなっていうのが、うん、まあ、よくわかるよね、はい、まあ、次の WBC だとか、うん、次のオリンピックだとか、うん、そういうことには半分ぐらいは入ってきそうな感じがするもんね、うんうん、そうですよね、うん、そういう意味ではいい選考かなっていうふうには思うね、うん、はい。あとやっぱちょっとね、ここからは選ばれてない球団とかあったりちょっと寂しいなって、例えばソフトバンクだったりとか、はい、まあ、ちょっとなんかね寂しいなっていう感じもありますけれども、まあ、ちょうどそういう、こう若手が引っかかるような選手がいなかったのかもわからないしね、うん、そうですね、うん、まあ、それぞれのねチーム事情などもあるとは思うんですけれども、湯川さん、これスタメンとかって。そうだな、はい、まあ、まあ、ピッチャーはね、はい、まあ、今井とか早川とか、うん、はい、まあ、結構いるから、はい、まあ、それはいいとして、キャッチャーは古賀かなっていうのは思うけど、坂倉選手ではなく、まあ、坂倉でもいいんだけども、うん、なんか坂倉は一つ兄貴分みたいな形で、もう、はい、DH でもいいよね、うん、打つ方で、うん、打つ方でもいいし、はい、主戦をどっちにするかっていうことだよね。そうですね、古賀選手なのか坂倉選手なのか、うん、じゃあファーストは、まあ、ファーストは牧、うんうん、牧選手、サードが佐藤輝、うん、佐藤輝選手、はい、で二遊間が、うん、小園と、うん、門脇。あ、小園選手がセカンドに回るってことですか、うん、他に誰が、他、栗林選手とですね、ああ野口選手、まあ、野口もいいからね、野口は外野でも使えるしさ、うん、とじゃあ取っときましょうか。 いいんだよ、すごく、うん、でバッティングもいいんだよ、はい、いやだからそうだな、まあ、最初出るとしたら、うん、栗林か野口がショートで出ていくかもかな。へえ、じゃあ門脇選手置いといてベンチに最初、だから守備要員とか、まあ、サードもできるしさ。そうですよね、どこでもできるから門脇って、はい、ただやっぱこうまんべんなく試しながら、うん、やっぱりいろんなポジションを使うと思う、うん、イバとかね、はい、でどこに一番適性を持ってるかっていうのを見極めながらやると思う、うん、彼は彼結構そうやって使ってみるの好きだから。あ、そうなんですね。いやいや、本当本当本当にこのチームでここやってるけど、はい、適性はどこなんだっていう見るのを、うん、やっぱりイバとはしていくと思う。そこら辺 その見る目っていうのは結構井端は長けてる。特に、ね、内野とかはもちろんもちろん、ね、うん、だから小園が本当にセカンドできるのかみたいな、はい、いうところも試しで使うと思うし、うん、まあ、逆に言えば牧を使っておいて小園をファーストに使ってみる可能性もあるし、うん、で里取をファーストに使って小園をサードに使うとか、はいはい、そういうことだっていろいろできる選手がたくさんいるよ。そうですね、うん、あと外野手、はい、どうでしょう、藤原選手、森下選手、秋広選手、岡林選手、万波選手、5名いますけれども、スタメンで使うとすると3名、まあ、岡林がセンターになるのかな、うん、なんか、まあ、藤原もセンターでいいけどね、はい、で誰がいるって、あと万波選手ですね。あ、万波はライトだよ。万波選手ライト、これはもう固定で使うと思う、はい、そうするとあとレフトが、はい、まあ、森下選手、藤原選手、あと秋広選手か、
ああ、じゃあ森下と秋広、うん、でセンターに岡林と藤原で、ライトに万波で、スタメン、スタメン、はい、スタメンの岡林一番、はい、それか藤原が一番、あ、まあそうですね、そうなってきますよね、センター打てる人間がね、はい、で2番が、うん、まあ、小園、うん、2番なんですね、はい、はい、3番万波、はい、で4番牧、はい、5番里輝、はい、はい、6番紅林、うん、紅林選手、はい、7番坂倉か、うん、坂倉じゃなかったって古賀が入るんだったら8番いるよね、8番に古賀選手ですね、はい、坂倉選手入るんだったら7番にだから DH にしといてもいいし、うん、で古賀を8番キャッチャーにしといてもいいし、はい、で9番はあとどこだ、セカンド小園が入ってるよな、2番に、あ、そうですよね、だからレフトが森下、森下怒られるな、いや怒られる、そうです、3番はそうだな、森下怒られるこれ、そうですね、そうだな、悩ましいところですね、だからこう7番を開けて7番森下か秋広にしておいて8番に古賀坂倉どっちかが来る可能性がある、ね、でも坂倉ってこのメンバーの中でやっぱ上位打てるバッターだからな、そうです、ね、今年はあんまり良くなかったけどね、キャッチャーやらした関係で、うん、まあ、だけど今年の成績からするとちょっと下位に置いてやった方が坂倉は楽かも、うん、本当に、ね、フレッシュな顔ぶれが集まって、うん、そうだな、楽しみですけどね、井端ジャパンがどういった戦い方をしてくる、俺が一番興味があるのは、うん、スターティングメンバーじゃなくて、はい、井端がどう動かしてくるかっていうのがもう楽しみでしょうがない、試合中にっていうことですか、うん、うーん、過去の監督ってあんまり動かなかったんだよね、はい、動かせなかったというか、はい、だけど井端はやっぱ野球の質からして、うん、動いて勝つっていうのが井端のスタイルだと思う、動かして相手の隙を作らせるというか、だからどういう采配を振るい、どうやったメンバーを置いていくのかっていうのがすごく俺は楽しみでしょうかね、じゃあもう本当スタメン発表よりもより試合の中身、中身だよが楽しみだということ、井端がね、井端が監督やったということは、はい、どう動かしてくるのか、うん、どういう作戦を取ってくるのか、はい、これがやっぱりちょっと楽しみでしょうかね、そうですね、うん、来月もう試合あるので、うん、だから日本のベストを組むと、うん、もう何にもやらなくたって、うん、勝手にこう流れ作業でやってくれるというか、はい、ただこういう安打、うんうん、条件がついた人たちっていうのは、はい、ある程度こう動かしながらもできると思うんだよね、うんうん、だから井端がどういう動かし方をするのか、はい、まあ、これが楽しみだ、そうですね、まず、はい、勝つ負けるというよりもそのどういうふうに井端監督が動かしてくるのか、勝つ負けなんか関係ないからこの大会、まあ、そうです、そうね、確かに、はい、だから井端監督将来的にどっかのユニフォームを着るんだったら、はい、井端の野球が見えてくるというね、それちょっと楽しみですね、まあ、楽しみだな、はい、はい。